写真にっていうか今表示されているこの農薬散布用のドローンの、フライトコントローラーを変えてほしいっていう依頼がありまして、今変える作業をしております。でこのドローンは去年の夏前ぐらいに購入したものらしくて、確か当時って言いますか去年の価格で100万円ぐらいだったような話を聞いてます。でフライトコントローラーは、DJI の N3AG が入っています。でプロポは双葉のプロポで、多分 AB モードで散布はできると思いますけども、自動散布とかあとは下側に高度のレーダーもついてないですので高さの維持とかっていう機能がなくて、去年1年使ってみて結構不便だったような話をしてました。でこの方がうちに何回か見に来て、うちのドローンがK++ なんで、エリア設定して自動散布とか高さの維持とかあとホボリングの安定とかが結構優れてましたんで、それを 2,3 回見に来て自分のものも K++ にしたいっていうことでなんか変更してくれというふうに依頼がありまして、今から変更するところです。ドローンの簡単な構造を説明します。中心になっているのがこのフライトコントローラーで、今見た赤いあの4枚バネドローンにはフライトコントローラーに DJI の N3 の AG というものが使われてました。これ結構古いもので、去年の夏ぐらいで生産が終了しているものです。でフライトコントローラーには ESC を介してモーターが、飛行用のモーターがついてます。でこのモーターの中にも ESC が内蔵しているものが多分主流だと思います。でこのフライトコントローラーには、レシーバーがついてまして、レシーバーはプロポから、無線で送られてきた信号を受信するものです。でこの受信した信号をレシーバーは、フライトコントローラーへシリアル通信で送信します。でこのシリアル通信のことを、S バスと言います。この S バスとは多分双葉の、もともとレシーバーが標準的に持っていた機能を他のメーカーも同じように使ったものだと思います。で多分この S バスっていうのに特許とかがなく、どこの会社も使えるようにオープンにしているものなんじゃないかなっていうふうに思うんですが、ちょっとそこのことは詳しく分かりません。 S バスのシリアル通信の規格は、スタートビットが1ビット、データビットが8ビットで、偶数パリティの、ストップビットが2ビットになってます。で通信速度が 100kbps になってます。でデータの構成としてはチャンネル1からチャンネル16までの分が22バイト分あります。で1チャンネルあたり11ビット分のデータになります。で最後に23バイト目のデータ23というのがありまして、それがいろいろなフラグが記録されているみたいです。で最後にエンドバイトっていう0で埋められた00のバイトがあるみたいです。S バスのデータの構成を、ここで説明しても興味がほとんどない方が多いんじゃないかなって思うんですけども、この規格を見る限り、マイコンとかで結構簡単にこの S バス規格のシリアル通信のプログラムは作れそうだなっていう気がします。でこれを、今、双葉のプロポだったのをスカイドロイドの T12 っていうプロポに変更しまして、このセットのレシーバーとフライトコントローラーをJIYI っていうメーカーの K++V2 に変更します。でモーターと ESC は同じものを使います。でここに、書いてませんけども、散布用のモーターとかあとは、流量のフローメーターとかそういうのがつきます。あとは前方後方の障害物レーダーと高さを見る、地面との距離を測るレーダーがつきます。でプロポはこのスカイドロイド T12 っていうと表示する部分の Android の端末と、本体って言いますか、プロポ自体が別個になっているものです。スマホとこのプロポは、Bluetooth で接続されます。アナログのスティックが1本2本とあとはこの X3、Y3 っていうこれがアナログのスティックになります。この X3、Y3 の、アナログのジョイスティックはジンバルを動かす用のスティックで、特に外部に何チャンネル目っていう風にして
出ているものではありません。このレシーバーには、外部にカメラを取り付けることができますので、多分その専用のカメラのジンバル用のものだと思います。あのダイヤルみたいなアナログが特についてないんで、ユーザー用の散布の例えばその回転のインペラの回転数の制御というか設定とかは、最初から設定した値で固定になるような感じだと思います。あとはこのカメラがつくことが、カメラをつけることができるんですけども、今回はカメラはなしでいいっていうことだったんで、カメラをの取り付けを省略します。フライトコントローラーは JIYIK++V2 っていう、このフライトコントローラーを使用します。金額はですね、だいたい5万円後半ぐらいのものだと思います。モーターは8万円バネまで対応しているもので、あとはこの P1 とか P2 とかっていうのが、あのモーターとか、あ、モーターじゃなくて、この P1 とか P2 とかっていうのは、流材散布用の、その、例えばそのモーターの回転の、パルス信号を出したり、機材の散布用のモーターのパルス信号を出したり、エンプティ信号を入れたり、そういうところです。で、キャンバスがついてまして、このキャンで、レーダーを接続します。リンクっていうのは、フライトコントローラーの、テレメトリー信号を受信機側に送受信するためのものです。まあ、ここに、パソコンから、シリアルケーブルをつなげば、この設定、このフライトコントローラーの設定をしたりすることができます。で、これから多分その、GPS の今のその状況とか、機体の位置の情報とか、あとは、ポンプの流量、フローメーターの値とか、そういうのが、ここから、プロポ側に伝送するための信号がここから出てると思います。で、これ付属品は、GPS のアンテナ、まあ本体、フライトコントローラーと GPS のアンテナと、PMU って言って、40数ボルトから5ボルトを作るための、とレギュレーターです。で、あとはこれが LED、ドローンの後ろの方についている LED です。で、これで、光の、この点滅の具合で今どういう状況にあるかっていうのが判断できる結構高輝度な LED です。ここに何個かこう付属品があるんですけども、これがこの真ん中のがパソコンに接続するための USB とシリアルのコンバーターです。あ、タンク邪魔くせ。これがアンテナで、こいつが電源で、で、これがなんだよ。RX って書いてあるから、これが S バス？こっちは何なんだよ。この2つさ。これが S バスなんだ。SB って書いてるやつか。で、これが7番、8番と1番で、多分、ポンプ開閉とかそういうやつ言ってたのかな、ちょっとわかんねえや。で、この M4 とかの信号が、この基板の中通って、ここの M4 のポートさ来て、このフライトコントローラーさ入るっていうだけの信号だね。回転数を出力する信号。で、この S バスから来てる、S バスが、受信機から来てる S バスがこそ入って、で、この F1、F2 っていうところさ入ってるやつが、多分、あれんねかな、多分、なんだっけかな、ポンプの信号んねかなと思うんで、で、こいつが PMU。パワーマネジメントユニットなのかな、こいつがちょっと意味わかんない。こいつはなんだね、 GGI のちっちゃいやつ。これが来た。ああ、 GPS の途中さ入ってるもんか、で、多分こいつがあれの電源で来たじゃん、なんだっけポンプの電源だ。ポンプの電源か、そういうことで
俺去年この一発じゃね、自己格差で振ったけど、うん、何箇所の田んぼをやっぱちょっと出てっぽい感じがあるらしくって、これやんだっつって結局今年1キロリレーでさ戻すみたいな、うん、でもラグだけね。でもこれで言ったらどっちもラグなんだよ。ああ、うん、コースば決めといて、あと自動で行ってくるだけだから、この折り返し地点がよ、ちょっとよ、例えば四角いとこだと行ってこう来て行ってこう来て行くわけと、うんうん、こう広がってっかったりすると行って斜めさ移動してこう来んのよ、うんうん、で斜めさ移動してる間意外と出んのよこれバーッと、あー前さ進んでるってなった。あ、なるほど。この時にここの斜め移動部分だけやたらバーッと出てくるわけな。最初だったんだよな、なんだポジションだ、アギちゃんがマイナスだよ、キャブつないだよ、分かってるキャブつないだな、分かってる、サギッチョマイナス、もうなんか5円まで税金入れるって言ったっけ、手がよ、うん、単純によ、やった5円だってみんな思うべかやった5円安くなったってみんな思うべか今 3.4 円入ってて何のまだ値上がんない、うん、気が強いで言えばよ、単純に正規の値段さんどうせ戻せって言って、こういうイレギュラーなことも起きるよ、時間かかるんよ必ず起きるの。終わった後のおブレーカー切れだ、よし切れだな、ブレーカー切れだってある、ないな、ねえよ、パチって言ったらごめんな、6万円一気に入れてる、入れていいかな入れていいかな、はい、どうぞ、おお大丈夫だ、これが言ったらこれ、これ今 GPS の受信中断よ、うん、信号行ってっかどうか、